はい、大月キッズチャンネルです。ですね、今回お送りする動画は試合映像になるんですけど、去年度卒団したあのスクールのね、卒団したスクール生の卒団試合になります。で、主催のですね PPL さんっていうチームなんですけど、昨年度でね活動終了みたいな、あのフットサルをやりましょうと、まあみんなあの体育館でボール蹴りましょうと、いろんな子集めて、フットサルっていうねものの楽しさを伝えてくれた団体さんがあったんですけど、その団体さんがもうなくなっちゃうということで、でうちも卒団ということでね、PPL さんっていうところが主催してくれて、卒団試合をしてきました。で、今回の動画はその予選、何チーム3チームか4チームか3チームかうち含めて4チーム対戦してて、その予選の動画となります。で、この予選が終わると下位トーナメントと上位トーナメントっていう風に分けられて、その動画はまた後日皆さんにお送りしたいと思いますので、もう動画上がる頃にはもうこの試合終わって1ヶ月ぐらい経っちゃってるんですけど、ちょっと個人的にめちゃくちゃ忙しくさせてもらってて、なかなか上げるの遅くなったんですが、まあ、昨年度卒団した選手、それとまあうちも6年生がほぼねちゃんと活動したのが 2,3 人ぐらいしかあのいなかったんで、あのその子たちを支える後輩の選手たちのね、成長記録を皆さんに見ていただければなと思いますので、ぜひ最後まで、ご覧ください。どうぞ。はい、これ。おい、早く、ディフェンスしてくれよ。
Let's go!
い、ということでいかがだったでしょうか。無事ですね、予選トーナメントは勝つことができて、全体でも1位なのかな、上位トーナメントの方に、食い込むことができましたので、デイ2どうなるかなというところですね。予選から1週間後、もう終わってますけどね、予選から1週間後もう調整をして、また決勝トーナメントに挑む彼らの姿をね、ぜひ見ていただければなと思います。ということで、今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。